それでは肩のトレーニングでチューブアップライトローイングを行います。こちらのトレーニングはこちら青いチューブを使っていますが、こちらはスポーツ用品店なので売っているゴムチューブを利用されてください。それでは行います。まずは足を肩幅ほどに広げてチューブを持ちます。手幅は肩の幅とおおよそ同じになるように握っていきます。軽く胸を張り、ここから肘を曲げて自分の拳が体の前を沿うようにしながら肘を張ってあげます。先ほどのフロントレイズと違い、拳はできるだけ体の近くを通すように行って肘をしっかりと曲げます。上げる際に肘は肩の位置よりも高い位置になるように肘をしっかりと上げていきます。上げる際に息を吐いて、下げる際に息を吸います。では横向きです。アップライトローイングを行う際は体が反ったりしないように、頭、肩甲骨、お尻、膝、かかとの位置が一直線になるように体をまっすぐに胸を張って行っていきます。人はこの動画のように拳の位置ができるだけ体の前を沿うように行っていきます。以上です。